上運動食ブータニッピーようこそ。カビ本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちら本日はバレンタインということでファミリーマートコレクションのチョコレートをいろいろ買ってきましたので食べたいと思います。あーピーナッツ、ブロックチョコレート、麦チョコ、アーモンドクランチチョコ、ピーカンナッツチョコ、コーンチョコ、ビーンズチョコ、ブラックスリーチョコ、いろいろありますね。一言でチョコレートでもこれを袋から一時出してるとちょっと面倒かなと思いますので、はい、全部皿に出してみました。全部お皿に出して、うわどれも美味しそうですね。形も色もそして見た目もとりどり、どれも美味しそうですね。ではこのピーナッツブロックチョコからいただきます。最初に食べたこのピーナッツチョコレートはちょっとピーナッツが小ぶりでピーナッツの歯ごたえをあまり感じられなかったかなという部分があったのが残念でしたね。もうちょっと大粒で歯ごたえがあった方が良かったのではないかなと思ってしまいました。ちょっといまいちだったかな。で続きましてこちらのクランチチョコは中のクランチの食感がしっかりカリカリしていて美味しかったです。ザクザクカリカリとした程よい食感が本当に良かったので、で食感を求める方にはおすすめですね。はい、続きましてこちらのピーカンナッツチョコレート、こちらもあピーカンナッツが比較的大きめでカリッとした食感がしっかりあって美味しかったです。続きましてこちらのブラックスリーチョコもちょっとあ中のピーナッツが控えめで食感を楽しむにはいまいちだったかなっていう気がしますね。どうもピーナッツ系は若干弱いかなっていう気がしました、全体的に見て。そしてこちらのコーヒービーンズチョコ、まあ、コーヒー豆ってあまり食べるものではないと思うのですが、ノンシュガーであることもあってかコーヒーの苦味を感じることができて甘いだけではない味わいを感じたい方にはおすすめです。ただコーヒー豆って本当に食べるものではないような気がするのですが、でこちらのサクッと香ばしい麦チョコ、こちらは麦チョコの小さな食感がちょっとプチッと弾けるような感じでザクサクと食べ進めることができて美味しかったです。こういうのもいいですね。小粒なのでこんな風にお皿に持って分け合ってっていうのもいいかもしれません。でその最後食べた最後のチョコを味わうコーンチョコはコーンスナックの周囲にコーティングされているチョコレートがちょっと固めで、中のコーンスナックのシャクッとした歯ごたえとともに口の中でふわっときてとっても美味しかったです。コーンスナックなのであまり甘くなく食感を楽しむことができました。全体的に食感を楽しむチョコレートが多かったです。で今回食べた中ではこちらのピーカンナッツチョコレートが一番美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。でもまだちょっと足りないなってことで、続けてこちら滑らかなチョコを味わうチョコビスケット、チョコレートラスベルギーチョコとチョコレートラスク、チョコスティック、小さなチョコの木、サクサクパンダ、コーンが絡めたシミチョコチョーンコーンミニ、チョコチップクッキー、こちらをいきたいと思います。まだ食べるんかい、しかも全然ちょっとじゃないしって突っ込まれそうですけどね。それではこれも、あ、はい、出し終わりました。まずはこのかわいい表裏白黒パンダからいただきます。かわいいけど食べちゃう。こちらはサクサク音が楽しいな。サクサク音の方を使うべきだったかな。あ、でもチョコレートの甘さが程よいな。こちらまずこちらのサクサクパンダは食べた感じ、あのブルボンのアルフォートという商品をご存知でしょうか。あれのちょっと穴が開いたバージョンみたいな感じですね。まあ穴が開いたというとちょっと悪いイメージになりますけど、なので裏側のビスケットとチョコレートが合っていて美味しかったんですが、ちょっと穴が開いてるのでスカッとなる部分があったのが残念でしたね。可愛いのはいいんですけど、それと食べるのはまた別問題ですね。続きましてこちらのチョコビスケット、こちらはまったりとした甘めのチョコレートとビスケットで、どちらも甘い甘いになってるので、甘いのは本当に好きな方にはいいかもしれませんが、ちょっと変化が欲しいなという方には物足りないかもしれません。甘い苦いだったらまた違った味わいがあったのかなとも思います。でこちら一口サイズのチョコチップクッキー、こちらはサクサクとしたクッキー生地に
チョコチップはよく合っていて、甘さもそこまで強烈ではなかったのでサクサク食べ進めることができました。そしてこのベルギーチョコレートチョコレートラスク、これは今回の中では異質ですね。どちらか甘めでは甘さが控えめで、あノンシュガーって書いてあるのもあるのか。で苦味が強かったですね。ただラスクという割にはちょっとサクとはならなくて、中にチョコレートが浸透しすぎていてふにゃっとなっていたのが残念でしたね。自分はラスクはもうちょっと硬い方が好みなんですよね。まあこういうのが好きな方もいるんでしょうけど、自分の好みとは違いました。そしてこちらのシミチョココーンミニ、こちらは本当に程よくチョコが染み込んでいて、コーンスナックがサクサクしていて、とってもサクサクとチョコレートを食べ進めることができましたね。本当に良かったです。で続きましてこちらのチョコスティック、こちらもサクサク生地で中にホワイトチョコレートが入っていて、味の変化も感じるようになりました。ホワイトとそうでないチョコミルクチョコレートなんでまた違った味わいがあるんです。ミルクがそこまで強いわけではなく、また分けやすい形状なのもいいですね。で最後にですが、こちらの小さなチョコの木、これはあのどこかロゴのメーカー名忘れましたけど、小枝っていう商品をご存知でしょう。あれと似たような感じでした。ちょっと食感ジューシーでチョコレートしっかりかかっていてサクサクっとしていました。ただそれ以外に特徴がないので、さっきのチョコツリーを食べた後に食べてしまうとちょっと地味に感じるかもしれません。なので一緒に食べない方が良かったかもしれないですね。で今回のこのスナック菓子の中では、こちらのチョコミニコーンミニが一番美味しかったので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。今年のバレンタインもいっぱいチョコ菓子食べました。去年も確かティムタムを食べたんですよね。この時の動画はこちらから。なのでこういう風にチョコレート食べられて本当に嬉しいです。それでは春を待つ少年イウヤ卒業と、きっと卒業を控えているんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。